待って、今日も切っちゃうよ。今日の仕事はほんと後腐れなくすっきり切れそうね。いやー、こういう仕事を待ってたんですよ、私は。いきまーす。さあ、参れ参れ。おっと、きらびやかですね。きらびやかだ。今日はいい仕事をお見せしましょう。どこが入り口だ？あの人のところじゃない？あの人かな？いきなりこっち振り向いたりせえへんやろな。まあね。あ、一回そこの角で隠れた方がいいか。おお、そっち行った。あぶねえ。帰ってくるだろうね。いやー、なんかきらびやかだね。提灯がいっぱいありまして。この時代って光熱費にお金かけるのって極力避けたいじゃないですか。そうね、もう夜はね、遅く使うのももったいなしで、暗くなったら早く寝て。けどガンガン火焚いてるからね。お、帰ってきはった、ね、あれ、突き当たりはうなぎ屋さんっぽいね。うなぎ屋さんか、いいですね、うなぎ。うなぎ屋さん。チェスト。ほいっ、ほいっ、ほいっ。女を食い物にしやがって、許さないよ。私はあまり食い物にしてるのかどうか。ああ、確かに。あ、そこがいいよ。何？よし、入っていくよ。普通に歩いとったらただの遊女で通りそうなもんやのに、こんなこっそりしとったらさ。おお、いいね。じゃあこの人もちょっと呼び出して。来た。ちょいとお兄さん、ああ遊ばないかい。プシップシッ。1回でいいのに2回切られたわ。カラーン。通してもらうでありんす。失礼、土足で失礼。よし、私はただの飲んでる。私はただの遊女。私はただの遊女。おっちょっちょっちょっ、土足で失礼。ちょいちょい、危ない。うぃー、危ない。おー、危ない。いきなり出てくるもんやからびっくりするわ。急にどうしたんですか、もうびっくりするじゃん。おっ、おお、かあ、はあ、うまい。ああ、この人の刀を利用したんだ。使わせていただいたよ。さらん。どっかいそう。なんかいそうやな。もう一個隣の部屋。こっちかい。意外にちょっとドア越しのね、器量みたいですね、お客さん。見せてくれよ。オッケー、見せてやろう。そこにはいなさそうよ。ここじゃない。多分隣の部屋じゃないかな、こっち。隣の部屋か。いや、さっき部屋の中にもう一個。あ、もう一個あったの？ああ、けどこっちにもおる。どういう？置けるね。やっぱ遊郭やからさ。はい、はい、はい。この人らもいつ遊女に誘われるか期待しとんのよ。おほほ、おいらです、はい。うん、ようやくお声がかけ、あいたやー。そんな感じで。こんな感じで。いや、遊女だよ、決まってるよ。順調ですね。順調、順調。ん？ちょっとなんか形状がいやらしいぞ。俺はいるな、おそらく。いない？お布団だ。お布団？布団じゃない。布団敷いて楽しもうな。布団敷こうな。もうどこだろう。これドア越しにちょい遠いんです。
いやけどここでちょいとって言うてしまうとなんかこう反対からもやってきそうな。来たわ。なんてめえ。トトリ使った。来てくれ。何が起きた。何が起きた。何も起きてないよ。よし、私がちょっと遊んであげようじゃないか。あんたたちは布団敷いて待ってな。勇者の脱走かと思ったら思ったより反撃してきてびっくりみたいな。なんかこの勇者やけに強いぞ。この勇者強いって。いやーじゃないよ、このよいしょよいしょ、この私が遊んでやろうって言うんだよ。すごい綺麗やつ。いやー美しい。しかし廊下でこんなん夜中見たら恐ろしいな。怖いよ。とうとう見つかっちゃったね。いや見つかったけど全員始末したから問題はない。次行くよ。中庭の検事。庭の手入れならお任せを。はい。お。うわあけどなんかやりづらそう。ジャポンサイみたい。うん。うわあこれあかんわ。これ引っ張ってくるしかないじゃん。こっち来い。ぐやーぐやー言うてる。キュッとね。よし、まだ。え？なんでちょっと手悪い？これがね、結構難しいのよね。とどめ。はい。メキー。してる？あれどこ行った？あれ来てたの？おい。お、ケンジの声は届きそうなもんやけどね。割と声でかいけどね。この5人の中ではね。おい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 。ようやく。あ、来た来た。おいおいおい。嘘、届かないの？おい。あ、ダメだ。後ろに坊主いるよ、坊主。どうも、私が庭師のケンジです。絶対坊主いるよ、坊主。どうだ。どうだ、この庭。私が手入れしたわけではないんだぞ、と。ちょい。よいしょ。よし、こんだけ始末したらここは問題ないやろ。問題ないぞい。思ってたよりもなんか雰囲気がミスマッチやね。こんなところに坊主おったらあかんわ。ミスマッチ。おっと、これはなかなか難しそうだけど、なんかこう女買いに来た生臭坊主みたいな感じでいけんじゃないかな。女を出せ。うわ、これ、え、どういこう。ん？普通にあの辺いはるやろ。あ、ゆるゆるなしろい。いやー、これはいい、なんだろうね、漆塗りかな。これはいい色かな。いい壁紙使ってますよ。それにこの和紙はどこさんのやつやろ。よし、いけそうや。よし。音鳴ってるけどね、これ。あ、いけそう。お、いけてる。今だ。ほらい。よし。すっげえ硬かったよ、しにくる。ええー、いいから、こっち来い。
ど、最近ケンチ仕事うまいよ。ケンチさんうまいですね、最近。こんだけ存在感があるのに存在感を感じさせない。これぞプロの仕事。うん、そりゃあ。あ、マウントパンチ、マウントパンチ。すっごいいい顔してたけど。え、何？撲殺？撲殺ですね。ふふ、お待たせ。お前はキュッ。しかし、ケンジ撲殺するときにさ、めっちゃいい顔しとったで。めっちゃいい顔してた。こいつ、根っからのド S やな。さーて。さあ、りょうた。りょうた、いいとこないからね、最近ね。一応ね、前回は結構な面にベーゴマ渡してきたんやけど、ベイブレードか。でも最終的にいつも負傷してるじゃん。そうやね。だから今回はちょっと気をつけていきたいですよね。なんと生還しようぜ。オッケー。ん？いるね、そこ。お酒飲んでるね。どっちに？よし。正直るですね、これは。うわぁ。二人ぐらいおるんじゃないの？どうでしょう。ん？ん？あ？ちょ、やばいんじゃない？ん？はい。なんか向こうに行った。あ、どこに行った？ん？ん？なんだこれ。なんだこの野郎。ほう。なんだ。やあ。やあ。やあ。よいしょ。よだまずいよこれ。なんだ貴様。すごいな、よくわかったな。すっごい状態やったよ。これ天井置いてんのかな、それに。天井どこ。ああ、無理か。どいたどいた。危ない危ない。どいた。りょうたがお通りだよ。おーりゃ大変だ。いた。えれ、こっちゃすごい、もう荒らしたい放題やな。なんだ、すごい人らは詰まってるの。よし、一人ずつ始末するんだ。オッケー。危ない、切っ先がこっちに向いている。回復。おー、すっげー回復。ちょっと両太だけ攻撃の方法が違うから難しいんですよ。何をしてるの。あー、しまった、これ貼り付いてるやんか。貼り付いてる場合じゃない。ベイブレード食らえ、ベイブレード。オッケー。今回はお市と誰やったっけ。お市と五作。五作のためにちゃんと仕事をしてやりてえんだ。ミニモベイブレード。すっげえ顔してる。限界態勢ですよ。いやー、台風でも通ったんかっていう。すっごい状態やって。台風でも通り過ぎたのかっていうような惨状ですよ。大丈夫かな。すごいことなってるのかな。何が起こったんだよこれは。あら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 。あと2ステージあるよ。限界態勢だ。こんなんどうやって進めていくの。まっすぐか左か。左は廊下かな。まっすぐの方がおそらくこっちやろうな。そっちはなんか部屋自体でしょ。だけどこういるんじゃないの。ですので、一冊構えして違うな。排除して
なんか、あ、必殺入ったもんね、そこで、そうして。で、呼び出す。めっちゃいるやん。あれ？どっから来るんやろ、これ。なんか怪しいな、これは。左側から来そうなよ、なんか。開けてくれよ、ここ。どっから来るんだ、これ。ここで会ってくれ。どこだ？もう一回おいしいよ、もう一回おい。はい。左かな？迷ってる？あれ？あれ？どこに行ったの？ちょっとこっちかな？開けてみるか。開けてみ。なんだてめえは。なんでいいお前は。どうしたんでいい。いや、おるねやんか、結局。おったね。いるやんか。いるやったら来てよ。いや、ほんま頼みますよ、もう。まったくなんかこう、セオリー言うのわからんやっちゃな。あ、今のいけたんじゃない。今のがいいとこいね。一緒する。ならば、いた。所用事が。おお、後ろからは引きよう。おっと、五人か。いつやられますよ。やめてもらえませんかね、その。だいぶ伝えられてるけどね、これ。いかんな、これは。だいぶ伝えようとしてるな。何か天井に登れるところがあればいいんだが。そう、天井は。なさそうですね。ないなぁ。なんで天井がないんや。どこか天井裏に。この遊郭に天井はないのか。あ、明かりが全部消えた。これはないね。もうやるしかない。そう、やるしかないのか。できたらこっそり片付けてしまいたかった。よし、入った。はい。一人ずつね、一人ずつ。ベイブレードは一人ずつだよ。すっげえ顔してる。おい、君もベイブレードが欲しいのかい？曲が途中になった。すごいな、この時点でも曲が元に戻されるんや。よし、またしても台風が去ったような惨状や。というか、改めてこんなにこっそりいかんでももう奥の人にはバレてしまってるんやな。おばちゃんもバレてしまってるよ。お、階段。よし、もういい加減しっかり仕事をこなすよ。なんかあっこの扉赤いんやけど。何ですかね、あれ。ボーナスステージ。はい。よし、いいよ。おでれ。閉めて、二人来ちゃったな。ん、ちょっと待って、予想外やな、これは。二人来ちゃったな。まずいですね。やるしかない。とりあえず一人やって。あら、の。ダメだわ。ダメだわ。どうやってもうまいこといかんわ。限界態勢になってるからね。よいしょ、ベイブレード。お腹にいった。食べろ、食べろ。あら。よいしょ、お前も。あ、それだ。お、外すなよ。ベイブレードはいらねえってな。あいつ子供心のないやつだ。よいしょ。早く押さないとダメだよね、ベイブレード。だからせかすからさ、喉に行くはずがお腹に当たって。え、
上に苦しむ羽目になるんだぞ。そう、苦しむ羽目になるんだぜ。痛い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 。待って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 。だって痛い。やられる。痛い痛い痛い。うわ。ダメだ。ダメだったよ。奥の奴らにもベイブレードくれる人がいるって伝えてこねえと。結局ダメだったよ。リョータはやっぱり攻撃スタイルがとても乱戦に向いてない。バレたら終わりやね。結局リョータはそこのねステージクリアしたら仕事完了できたのにダメだった。そこから読んでも多分右から出てくるんじゃないかな。あれいない。あ、出てきた、出てきた。危なかった。おい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 、あくびしてんじゃないよ。おい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 ちさん、おいちさんを呼んできな。あ、おいちさんは死んだやった。帰っていったわ。じゃあそこに一人いるわけね。おお、危なかった。危ない。いや、なんかいるかなと思ったんよ。ほい、ほいすや。よーしゃー。よーい。なん、いや、扉開いてんのにあの必殺で始末しようとしたんやな。ダメだし。そう、お前らはもう本当にもう融通の利かんやつらや。よし、どうかなかったことにしてくれませんか。一見こうなっちゃったかな。すっごい倒れ方。そこにまだ一人気絶してる人がいるじゃろ。あ、そういえば回復だけしといて。あ、リョータここ行ったら屋根裏行けたんじゃないの。あったかもしれないね。残念やな。よし、なんという必殺ゴリ押し裏作業。まあ見たやつは全員始末してるし問題はないやろ。よし、誰も見てない。仮にここに遊女とか子供がおったらね、始末しないといけないからね。危ないとこでしたね。始末するから仲間に逃げない、いけないとこで。またやっとるで。またやっとるわ。ええ、おいちのやつがちょろまかしていた。乳首を触るな。やっぱり見つからないね。乳首を触るな。乳首ドリルすな。ドリルすな。ないんだよ。まだまだ売れるってのに勝手に死ぬた。あのアマ。あのアマ。あのアマ。しょうがねえ。また一丁どこぞの娘でもだまくらかしてくるしかねえな。よっ。任せたよ、色男。色男。もう切っていいな。切ってよし。なんかあの頭の上になんか出てるで。なんか出てるよ、君たち。これ珍しく最終的にターゲット2人か。2人やね。ねえ。さて、どっちからやります？どっちからやろう。この中にでしょうね。まあ片方を呼び出して必殺で殺して、もう一人はもう南鉄像。鉄像。よし。鉄像。ということはそこの中に、あれ、落とせの方は、あ、もう一個向こうか。落とせの方、こっちかな。よし、じゃあやるしかない。いや、待てよ、けどこれでやってもうていいもんかな。やっぱりやめよう。空投げでズバッといきますか。
とりあえず中の様子見てみよう。あ、いるわ。これなんかこっそり近寄ったら、あ、ダメですか。あ、お尻ですね。何、もうこれは穴か。あ、時間切れや。とどめをしかないですね。ほら、この野郎、アクソ当たんない。もうとどめさしてやりなさい。ほら、何も起きてねえよ。ちょっと今やり方を考えてんねんから邪魔してくれんな。なんや次は。次誰です。よーし、忙しい。鉄像を起こしてさ。鉄像は寝てるね。鉄像起きへんのかな。起こすことは無理なんでしょ。嘘やん、落とせの前まで連れてってさ、ゆっくりと獅子を燃いていって。もう1、2の置いて。なんでこの人さ、ケツこっち向けて誘ってるような動きをしてんの。お尻プルプルしてますね。お尻プルプルさせるな。成敗。すっげえ声出たよ。すっげえ声出た。何今の声、怖っ。獣のような声出たな。マジよ。もう他いないの。ダーイ。ダーイ言うてたな。なんか鉄像の方と。そう、鉄像殺したのか。鉄像の方と声間違ってたんじゃないのかっていう。鉄像も笑いを送ってやるぜ。いやけどこの状態でやるっていうのはちょっとな。願わくは起きてもらいたいんやけど。起きないね。そのまま行ったわ。鉄道静か。鉄道静か。暗殺って何やったっけ。暗殺って何だっけ。裏の評判プラス5。やっぱり半人前なんやな。タタタタン。タタタン。タンタンタンタタタタン。しかし、説明。すっげえオープンしてるよ。ふんどし。ああ、五作とおいち。ふんどしじゃないな。中身よ。そうじゃな。今回ね。おいちからだろう。多分。多分ね。客の小漬けをこっそりコツコツ貯めてたんだろうな。その金で借金ケースってわけにもいかねえしな。あんなクソババアが相手じゃよ。互いが相手のことを思いやって貯めた金じゃろう。綺麗な金ってのもあるんだな。あるんだな。けどその金ってこの人らの報酬やんな。になりますね。しみじみしたかったんだよ。たまにはな。ああ、わかったわかった。あやつには内緒にしておいてやるよ。はっ。ひでえじじいだ。ひでえじじいだこいつ。汚ねえ金だ。汚ねえ金だ。人の
赤犬団だとして盾つこうってのか。そんな早いとこ出すもの大事やないか。旦那様、キスを差し上げれば娘は返していただけるんで。そんなことは知らねえな。金もいただく、娘もいただく、とんでもって、てめえの命をいただくんだよ。おめえら、いただけるもんは全部いただいてけるぞ。旦那様、助けて。